はい、こんにちは、僕です。ユニコーンオーバーロード続きをやっていきましょう。ですね、前回アルビオンのね、真ん中ら辺まで来たんですよね。ここでね、鍛冶屋がありましたので、武器の強化と盾の強化を一部実施しております。紹介するほどでもないんですけれども、強化したのはね、王僧エルヘリムと幻影騎士の剣。あと、名もなき遠森の盾と、白銀のトライデント。で、あとね、名称の長槍。この5つをね、とりあえず強化してみました。単純に攻撃力が上がる感じになるのかな。ちょっと楽しみですね。これは、この先はアルビオンの首都よ。そこにはビスファイン大聖堂があるわ。飛んでいけるはずなのに、どこか遠く感じるわね。どっちに行くべきなんだ？開かないな。あれ、そっちにあるんじゃないの？行けないのか？じゃあ、右下に向かっていきますか。ここに墓所がある。この辺もリベレートクエストがありそうだな。ここはパレビア聖教の国。不信心者は立ち去りなさい。港町、シトロンプール解放船。ここは解放したら、船が出そうですね。とりあえずやっていきましょうか。もう少しで夜になるんだけど。夜になったら、ダイナの独壇場と思いきや地雷が埋まってるな、これ。地雷が埋まってるな、困るな。で、そこに、旧兵が見張り台に立ってるので、一旦あれは邪魔しておきますか。まとめてスモークボルトをかけておいて、このままヒルダで倒していければいいんだけどな。こっちの方がやれそうですね。ただ、見張り台の入浴陣はどうしようか。クラウで倒せるか。覚悟する。いや、そんなに苦戦せずに終わりそうだな、ここも。敵が増援出てきたな、いきなり。どっから出てきた、今、こいつ。敵の拠点から出てきた感じじゃないですよね。指示を頼む。ひとっ飛びだ。待って、こいつらどっから出てきてる？どっから出てきてる？困るんだけど、スタミナなくなっちゃうんだけど。見る必要ないけど、見ちゃおうか。ドラゴンロアでスピードを下げて、アイスコフィン？あ、ラインバリアがあるから、凍らないんですよね。AP をチャージしてくるんだ。ガードバインド、セイントブレード。リーザが前後列で、ほぼほぼ一撃で倒してくれるのが強いんだよな。OK、あと一人。簡単に片付きましたね。ただ、スタミナがまずい。あれ、何これ、待って、どっからこいつら出てきてんの？なんか無限に出てきてない？気のせい。ここにある、これは何？この Q って。この Q って何ですかね？どういうことなんでしょうか。とりあえず抑えていきますか、ここで。スタミナなくなってしまうんだけど。フラウがとりあえずそこの左倒してくれればいいんだよな。投げ払うまで。こちらの勝ちです。よしよし。で、地雷は相変わらず埋まってるんですよね。ヘビースイングで、この辺の地雷片付けてしまいたいな。痛い。そう、自分もダメージ受けるの、これ。どないしよう。やってしまおうか。敵の騎馬兵出てこない？なんかやたら敵の騎馬兵、ナイトがたくさん出てきてたの何だったんですかね。楽しませてくれよ。やっていきましょう。やってやるよ。一息ついて。敵のターンが長いな。リフレッシュ。アイスコフィン。ああ、くっそ。このね、天翼騎士、フェザーアーチャーなのかな。あいつこちらの攻撃に合わせて暗闇を付与してくるのがめちゃくちゃ嫌なんですよね。効果てきめんなんだ、それは。そのためにデバフ無効が欲しいぐらいですね。回復してくれ。いっぱい回復してくれる。カーネージ。
ピーダウンね。おお、当てた。ブランディッシュ倒しきれないけど、ブラッドチェンスでとどめが刺せましたね。なんだかんだこの人たちは強いよな。うん、よし、とりあえずステージクリアできましたね。で、この辺り何かあるのかな。シトロンプール解放。もうついにこの町にも解放軍がいつか救ってくださると信じておりましたぞ。納品は、納品も完了できますね。ゴートミルク補充しておきました。そして、損石の鈴いるかな、これ。パッシブギフトは好きなんだけど、これ PP2 使うのしんどいんですよね。インクイジター、ヒールハント。あれ、これ持ってなかったっけな。ヒールハントってなんか持ってた気がするんだけど。買っとこうか。所持数ゼロなんで。狙撃中のレンズはさすがに3つあればいらないかな。もう必要ない。いや、買っとこうか、念のため。わからないからな。と、飛竜の爪ももう一個買っとこう。こんなの買ってたらお金すぐなくなってしまいますね。で、船に乗って、また秘密の海岸があるんだ。まだ、この世界には秘密の海岸がある。あ、これあれですね。フェブライトだ。あれ、ここに石板がある。あれだよね。パレビア島の西にあった孤島ですね、これ。これは何の石板だ？何の石板かって見落としてしまったな。海馬の石板。海馬って何なんだ？下半身が魚の馬なんですね。なるほど。それを海馬って言うんだ。うん、まあ、とりあえず、じゃあ、ここの町は解放できましたが、この先ね、以前船で来たレベルが高いエリアになると思うんですけど、大丈夫かな？ノクターナルガード。何それ？中ガードで防ぐ。夜間の場合、自身の PP プラス1。夜の盾ですね。じゃ、さらに奥に向かっていくんですが、多分この辺の敵のレベル高いんじゃないかなって思うんだけど、どうかな？ほら、ここが以前、ひょっこり来てしまった場所なので、この辺り敵のレベル40ぐらいでしたよね。大丈夫かな。触れちゃった。ほら、敵のレベル急激に高い。急に敵のレベル高いんだよな。反乱軍がここまで来ているだと返り討ちにしてくれる。チェリーウェルの町解放戦どんどん出てくるな。解放戦やって、まあ、始末していきましょうか。あれ、解放戦のレベルは低いですね。この辺の敵のレベルと比べて、リベレートクエストの方がレベル低いんだ。まあ、サクッとやっていけますか。今回はこういうクエストをひたすらやっていく感じになるかな。今、時間的にはどんな感じなんだ？これ、日が暮れる感じですか？もう夜だと思っていいのかな、これ。であれば、ダイナーを出すんですけど。私に任せな。待って、敵の本拠地が手前にあって、これどうしたらいいんだ？奥倒すべきなのかな？どう動けばいいんだい？意外と戦えなかったから、アレインで行きますか。行こう、考えるんだ。これ邪魔ですね。いや、アレインというかダイナを下げて、やっぱりヒルダ隊が必要なんだよな。スモークボルトがやっぱりとても活躍しますよね。これなんだ？シャーマンね。シャーマンって援護的な行動を取るんでしたっけ？いや、ここに巻いとこう。とりあえず。これでもう倒してしまえるんじゃないの？違うのかな？どうなんだろう。任せておけ。これで終わるんじゃないの？一応見ていきますか。一応この子たちもかなり強化されてるんだけど、実感するかな？強い。アレイン自身は特に変化ないんですよね。エアリアルスマイトで倒しきれないんだよな。エアリアルスマイトでなんかやべえな。バフは敵のバフを消し去りたいよな。それはスカーレットのスキルで多分消せるんですよね。バフ解除の効果が確かあったはず。
効かない効かない。オッケー。あと一人だ。うん、サクッと片付けはしましたけど、これで終わりなの？そこの奥にいる面々は何なんですかね。これ上から来たからそうなってるのかな、下から来たらまた違うのかな。どうなんだろう。うん、サクッと攻略できました。いいんじゃないですか。ここも町なんだよね。あなたたちが解放軍か。ゼノイラ軍の兵士にはへきえきしていた。我々のようにゼノイラ軍の支配に納得していない騎士も多い。町の解放に感謝する。あとは我々がこの町を守ろう。うむ。ここの点は戦列の軍旗ヘビーアライン。戦闘開始時味方一列にバフを付与。同列の重装系の数で変化。多分ね、録画外で購入していたんですけども、似たようなのもまた売ってて、おそらく装備している傭兵と同じ列の敵側に何人重装兵がいるかによって、バフの効果が変わるんだと思うんですよね。だから前列に例えば重装兵が3人いて、前列の味方がこれを装備していたら使いづらいだろうけど買っとこうか。とりあえず。マジックバースト。敵全体に魔法で反撃する。アクティブスキルで攻撃される機会ってあんまりないんですよね。魔術師が。買わなくていいかな、さすがにそれは。高いしな。あ、で、ここが以前、船で来た場所ですね。ついにここまでエリア拡大してこられましたね。そして、さらに西というか、ここに何かあるのかな？我ら天使にあだなすなど言語道断。身の程をわきまえるがいい。まだあるのか。シラウドフォードの町解放戦。リベレートクエストだらけですね。あ、でもやっぱりレベルはそんなに高くないんだ。その辺うろうろしてる敵はみんなレベル40なのに、何なんですかね。また地雷が敷かれてる。さっきのようにはいけませんね、これは。ダイナ隊活躍してほしいんだけどな。倒せるんだよね、みんな。だから、シルダーを出して、ヘビースイングでとりあえず爆破していきましょうか。大丈夫かな？爆発のダメージ。こちらも入ってないね。で、帰って、違う。帰るのは、ダイナ隊で、夜だし、すべて片付けられそうですね。やっていきましょうと言いたいところなんだけど、ちょっと待って。あれだ。あいつ、スモークボルト欲しいな。敵が来るの一旦待とうか、こっちで。分かったよ。ヘイスト。さっさと向かってきてほしい。ディレイ。一体にウェイトを追加発生させる。何そのウェイト。待て、ちょっと待って。何こいつ。いきなり出てきたんだが。ヒルダーを出してしまおうか。ヒルダーで倒せるこれ。守れそうかな。相手になろう。急に出てきたな、お前。とりあえず敵を倒して、ブレイブポイントを稼ぎたいですね。これだけじゃ足りないな。いや、倒せるかな、もしかして。いけたりする？援護射撃でやられないかな。でも行ってみようか、とりあえず。まだいるの？ほら、援護射撃のダメージが痛いよな。これ回避できないもんね。それでもやれるんだ。本当に。行ってみようか、じゃあ。信じていいの？ほら、ダメじゃん。やられてるじゃん。援護射撃は予測にね、計算入ってないんですね。多分、最近分かったことなんですけど。どうしようもないな。全滅だわ。ここで死ぬわけにはいかない。撤退するよ。まんまとやられたわ。ブレイブポイントもなくなっちゃった。私が行こう。撤退するぞ。そしたら、あれいいんでねじ伏せていけないかな。さすがに厳しいかな。
あの後ろマジ邪魔なんだけど。お力になります。フラウデバージ出てくんじゃねえ。了解です。立ちはだかるなら投げ払うまでこちらの勝ちです。フラウ隊なら問題なく倒していけるかもしれないですね。どうかな。かかってください。うん、全然効きそうにないな、このメンバーには。効いてるけど、うん、後ろ固めて、必中のデッドスピニングで気絶を入れて、素晴らしいな。大丈夫ですか？氷を。行っておいで。これで行っておいで。オッケーオッケー。まだ終われないから。華麗に避けるな。なんだかんだこの人たちも強いな。なんか前にも言った気がする。このユニット好きなんだよな、やっぱり。ベレンガリアとバージニアの組み合わせが好きですね。うん、クリアできました。シラウド・フォードの町。リベレートクエスト重すぎじゃないこの辺り。ああ、まずは穴の開いた屋根を修繕しないといけません。で、ここになんかあるぞ。ペンのかけらか。ここでは、サソリの試験って読むのかな。ゴアポイズン、対象に毒を付与。毒の場合は会心攻撃となり、威力プラス50。そういうの持っといた方がいいかな。不屈の盾、エンデュラスガード。敵の攻撃を大ガードで防ぐ。なんかエンデュラスガードって前に見た覚えがあるな。それいるかな。不屈の盾、大ガードってあんまりないんですよね。一応買っとこうかな。使うかわかんないけど。あんまり大ガードって見ることないんですよね。この小さい盾で。ん、色合わせた手記あった。これはまた手書きの手記だ。ちょっと見せてみな。なるほど。うん、今回はどういう順番なんでしょうか。意外と早かったですね、この大陸では。うん、アルビオン地方の石板。確認しておきたいかな。先行かせるは足の少なき者。情報をもとに石板をめぐろう。足の少ない順に？足の少ない順に？何の石板があったっけ？サソリ、これタコか。タコは8本でしょ？あ、つっても、全く、ヘビはゼロじゃない？ヘビがゼロ。海馬って何本なの？ヘビが最初なんじゃないかな？ちょっと行ってみますか、ここ。うん。式の示す順番に従い調べていくとしよう。うん、光った。ヘビが書いてあるわ。ヘビに足はないわね。正解みたいね。まずヘビでしょ。ここは何なんだ？海馬。これが二つ目っぽい気もするけどな。ちょっと行ってみますか。順番ミスったらやり直しなんですよね、最初からね。これ足なくない？足二本だな。二本が二回目でいいんじゃないか、さすがに。一本だけの、一本足みたいなのってないでしょ、さすがに。足の数は二、正解みたいね。で、今見えてるのはタコで、タコは8本だから間にもう1枚別の生き物が差し込まれてくるんじゃないかな。うん、そんな感じで。また次の石板探していけますか。待って、まだリベレートクエストあるのか、これもしかして。どうなってんのこれ。城塞都市、ペイズトンを守っているのは天翼騎士団の騎士よ。ここは大聖堂からも離れているし、話せば通してくれるかもしれないわ。通してくれるかな。戦う感じじゃない？ペイズトン南門。待たれよ。君たちはゼノイラ軍ではないな。武装した集団を通すことはできぬ。何者か。コルニア解放軍、アレインだ。我々はゼノイラの支配から世界を解放するために戦っている。我々と戦う必要はないはずだ。協力してほしい。なるほど。君たちの素性は分かった。だが、思い違いがあるようだな。アルビオンはゼノイラの軍門に下った。今やここはゼノイラ領だ。そして、
誰も解放など望んでいない。なんだって敵なのか。アレイン殿、戦いを望まぬというなら今回は見なかったことにしよう。寛大ですね。だが次またここへ踏み入るならば容赦はしない。引かれよ。どうするんだ。戦うこともできるのかな。仲間になるかな。アレイン様、石膏が戻りました。トラビスって名前があるんだけど。町の様子ですが、かなり荒れているようです。どの家も金目のものはおろか、まともな食い物すら見当たらない。相当ギリギリの生活だぜ。徹底した徴収により、かろうじて命をつなぐ程度の物資しかなく、飢えと寒さに倒れた者は死を待つのみ。民衆は解放を望んでいるようです。どういうことだ。先ほどの騎士と言い分がまるで違う。しかし嘘でごまかしているようにも見えなかったが、何か事情でもあるのでしょうか。いずれにせよ、困窮する民を見捨ててはおけない。まあやっぱり戦うことになるんだろうな。城塞都市ですね。そんなに広くないからサクッとやれるかな。行ってみましょうか。レベルも大したことないしね。なんか毎回そんなこと言いながら結構苦戦してる気がするんだけど、城塞都市ペーズトン解放戦。囲まれてるじゃん。それが君たちの答えか。いいだろう、受けて立つ。ふむ、とりあえずこちらを防衛してから行くべきかな。夜だからダイナタイ出したいんだよな。なんとか頑張ってほしいんだよな。これさえ落としてしまえばっていう気持ちがある。どう、さすがにいけるでしょ。敵の援護射撃がなければさ。あ、ちょっと待って、これあれだね、城門が閉じてて入れない。飛べる仲間じゃないとダメなんだ。だからダイナでここは防衛してもらって、飛べる仲間で行くしかないってことですね。お力になります。強っ。あー、それがいるのか。なんていうの、フェザーシールド。こいつらマジ嫌なんだけど。強いんだよなフェザーシールド。フォドギアっていう名前なのかこやつは。どうしようかな。城門を開けるしかない。城門を開けるためのスキルって何かあるんだっけ。城門を開けるスキルなんてあるんだっけ。心配せず見てな。とりあえず周り片付いたので、ちなみにさ、思ったんだけど、いけるな、これは。分かった分かったぞ。通れないんだけど、ちょっと待って、ウェイト入んなよ。指示は聞くよ。これね、ジャンプができるんですよこの子。いけない。そう、ジャンプに敵ユニットに飛ぶのは別なのか。ジャンプしていきましょう。飛び越えていく。すごいな、アグレッシブに戦うことができるんだこやつらは。覚悟はできているようだな。こちらも本気で行かせてもらうぞ。どうかな。ヤーフィールド、じゃあスキルの、ね、効果も表示していきますね。これも下がる。凍ってしまえ。毒付与して凍らせてぶん殴る。強いなこのこの構成、強いな。ウィークスペキュラー、どういう効果なんだろう。獣人の場合、攻撃力に合わせて回心率も上がるのかな。こいつらね、一生 PP 回復してるからさ、敵の PP 全く減ってないんですよね。この前線のかばえばかばうほど PP が増えてくみたいな特性なのかな。倒せましたね、ヘルクみたいな。敵の兵士長みたいな、戦士長か。次で片付けられそうだな。レベル、経験値上げたいけど、アレインがいないから、このまま
片付けていけますか。心配せず見てな。レベル上がった。レベル37まで来ましたね。なんだかんだ力で貢献いたします。頼もしいよ、このダイナ隊。仲間になるのかな、今の。何ギア、ポドギア。なぜ誰も解放を望んでいないなどと偽ったんだ。偽りではない。かつてゼノイラが我が国を蹂躙した時、私は徹底的に抗戦し、最後の一人となろうと戦う覚悟だった。民たちも神聖なる土地を守るため命を賭して耐え抜くと誓ってくれた。だが牢城が半年、一年と続くと苦しみに耐えかねた民たちは私の息子をさらい、私に降伏を強要した。まさかそんな。そしてセノイラに言われるがまま息子を殺して差し出した。服従の証として。なんてこと。私は処刑を覚悟していたが、ゼノイラはそのまま私に統治を任せた。私の怒りと絶望を利用したのだろう。恐ろしい奴らだ。私は民が選んだ通りにした。そう、彼らが選んだのは服従。思い出した。フォドキア様、私小さい頃にあなたにお会いしたことがあるわ。ご子息とも一緒に遊んだことがある。あの時のあなたはとてもまっすぐで温かくて、物もわからぬ子供の私たちに領主のあるべき姿を熱心に語ってくださった。そうか、あなたは美しくなられた。息子のもとへ行く時が来たようだ。え、死んでしまうの。あ、助けるか見守るかなんだ。助けようよ。フォドキア殿、死ぬのはまだ早い。スカレット。仲間になるんだな。なんだっけ、フェザーシールド。めちゃくちゃ苦手なんですよね。闘技場でも何度も戦ったんですけど、めちゃくちゃ仲間をカバーしてくるんで、この壁が分厚いんだ。まだ使命が残っているというのだな。わかった。ならば私も行こう。今を生きる者のために。フォドキアが解放軍に参加した。フェザーシールドは魔法に強いクラスです。こんなに自分で片付けられちゃうんだ。解放軍の勢いがここまでのものとは。これなら戦況を覆すことも不可能ではないな。不明。で、この街は納品完了できるかな。どうかな。ゴートミルクが必要になるんだ。じゃあちょっとミルクを収穫しに行きますか。ありがとうございます。これは誰か他のさ、守備兵が搾取というか絞ってきてくれないのかな。ゴートミルクこの辺にはないかな。じゃあこの辺のヤギから絞っていきましょう。よし、これで復興が完了しますね。まあ急いで復興を終わらせる必要は多分ないんだけどね。ここには両兵のハルバード。追撃スキルが威力プラス20。微妙に欲しいな、これは。使うかわかんないけど持っとこう。で、クレインボー。
トリプルブレイク。敵3体に攻撃する。対象の物理攻撃力マイナス50。このスキル自体の威力は低いんですね。いるかな、買っとく。待って、装飾石のペンダント最優先ですね。聖職者の、主上って読むのかな、なんて読むんだろう。味方が攻撃される前に一度だけ味方一列のダメージを 50% 軽減。あ、PP プラス1なんだ。これは欲しいな。プロテクション自体も結構強いのでね、助かるんだよな。なので結構狙撃手のレンズが当たり前のように店に並ぶようになってきましたね。いやー、そんなところでいいかな。クレインボーというか、この両兵のハルバートも別に必要ないか。これだけ買っとけばいいんじゃないか。お金がなくなるんですよ、本当に。あと宿屋は、お好きな料理をご注文ください。アクアパッツァだって。パリパリレタスのバゲットサンド、美味しそうなのが並んでるな。ちょっと食べていきますか。この子たちの中をね、取り持っていきたいんだけど、あぶれるな。一人足りないな。ダイナ、ユニフィ、ゴービル、あと誰だっけ。リリエルか。この4人はね、ちょっと一緒にしておきたいな。きっとお気に召しますよ。アクアパッツァーも美味しそうだな。いただきます。これは美味しいな。うまく食っちまうぞ。綺麗に食べるな。ごちそうさま。美味しかった。そこだけか、上がったのは。ぜひ。よしよし、任せてちょうだい。さて、そしたらこの辺何かあるのかな。まだ敵がうろついてるんですよね。まだまたすぐ解放戦あるのかな。これ敵でしょ。聖職者っぽいなりをしてますけど、赤いんだよな。あれ、向かうべきはちなみにどっちなんだ。ここが目的地なので、城塞都市から北に向かえばたどり着けるっぽいんだけど、ちょっとこっちから遠回りもできるのかな。それともここで行き止まりなのかな。一旦今回はね、ちょっとこの辺で終わりにするんですけど、先に西側を確認しておいた方が良いかもしれないですね。はい、それではご視聴ありがとうございました。ではまた。